こんにちは、ミュウです。はい、皆さんこんにちはって言ってるんですけど、今日は何をやってるかと言いますとですね、夏メイクをねやっていきたいと思います。夏メイクって言っても下地とかアイライナーとかアイシャドウとかが乗れにくいやつを使っていくんじゃなくて、夏やからめちゃくちゃ暑いやん。だから今日のミュウの夏メイクを見てもらって、涼しそうなね雰囲気があるメイクをねちょっとやっていきたいなみたいな感じのとこであって、だからね今日はね夏を感じるようなねメイクをやっていきたいと思います。てかさ、みんなこれだけでミュウさんも今さ花粉やばない？ミュウだけなんか昨日からずっともうこっちの鼻のここら辺も奥がほんまに痒くてほんまに無理ないの。マジ花粉やばい。しかもくしゃみ止まらへんから、もうみんなごめんな、もしメイクやってる途中にくしゃみ出たら。そんな話は置いといて、早速ね夏メイクやっていきたいと思うので、いってらっしゃい。はい、って感じでね、早速夏メイクやっていこうかなと思うんですけど、ほんまにちょっとごめんなさいね、全然なんか夏メイクやりたいなと思ってたんですけど、どういうメイクをするとかちょっと全然イメージもなく、ちょっと今からノリと直感でやっていこうかなと思うんで、皆さんよろしくお願いしますって言ってます。この前さ、シュウエムラ様のさ、めちゃくちゃかっこいいさ縛りメイク、皆さん見てくれました？赤のやつ見てくれた？まあ見てなかったら絶対今すぐぜひとも絶対見てほしいけど、ちょっとね今回もシュウエムラ様の縛りメイクっぽくやっていこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。ほんじゃね、早速これね、シュウエムラ様のアイライナーになるんですけど、ほんまにこれかっこいいですよね。で、アイラインは今回ちょっとね、なんか、みゆほんまにアイラインいつも細く綺麗になんかもうシュンっていう、なんかどれらい、すがすがしい感じでね、いつもアイライン描きたいなと思ってんだけどね、なんかいつも気づいたら太くなっちゃうから、今日はやっぱね、さっき言ってた夏メイクっぽくやから、ちょっとね、細くね、すがすがしい感じでやっていこうかなと思うから、アイラインちょっと頑張ってね、いつもよりほんまに頑張れ、ほんまに細めで描いていくわ。ちょっと待って、みんな、タンマごめん、ちょっと早くメイクやっていきたいっていう思いが強すぎて、前髪分けてなかった。オッケー、ほんじゃね、早速アイライン描いていこうかなと思うんやけど、今回すがすがしくほんまに細く、だからみゆほんまに頑張る。ちょっと今回アイラインいつもさ、みゆこのなんていう中側がどやらいつもグワって引いてんだけど、際だけ今日アイラインちょっとね跳ね上げラインで描いていこうかなと思います。上手に描けるかな。ちょっと待って、結構頑張る。待ってみんな、フラグ回収って言うやんな。あんだけさ今日さ夏メイクやしさ、すがすがしくさアイラインちょっと細めな感じでやろうかなっつってんねんけどさ、ちょっと待ってマジで見て、フラグ回収で意味合ってんだけど、ちょっと分からへんけど、もうあんだけ細く描こうと思うんじゃ、もうこんだけ太く描いちゃった。まあええわ。その時のやっぱ即興性って大事やん。だからまあ即興性みたいな感じでやらしてもらって、でもなんかもうさ、みゆさんアイラインもうここまで描いちゃってんねんな。だからもうなんかここまで来たらもうやっぱいつも通りいつも通りもうキワキワまでミュー描くわ、アイライン。ごめんやで。ちょっと待って、もう太く描きすぎた。まあええわ、もうなんかやっぱ太いしかミュー上手に描けるし。とやまぜ。もうちょっと気持ちはね、細く描きたかったんですけど。もういつも通り太くなっちゃいました。じゃあもうこちらもね、もう太くいつも通りね、描いていきたいと思います。いっちゃん初めに描くアイラインの部分はマジでなんかいっちゃん大事な下書きなんよ。わかる？このアイラインをとりあえず綺麗に決めとくな。アイシャドウとかもなんか上手に決まってかんねん。って感じ。って感じって言ってます。アイライン、まあなんか、とりあえずここの部分をこんな感じで置いといて、ほんじゃね、早速アイシャドウの方塗っていっちゃうかなと思います。今日さ、夏メイクって言ってるやん。ほんでさ、まあもうね、背景もこんだけ青やったら、何色のアイシャドウ使っていくかなって、もう皆さん気づいてくださってると思うんですけど、いきます。こちら、いつもミュウが使ってるこの赤の隣におる、この青。この青ね、めっちゃマジで、青の中でもマジでセレブな、マジで綺麗な青になってて、いつものアイシャドウとちょっと違う感じの塗り方でね、塗っていきたいと思います。てかな、ミュウな、知ってくださってる方おると思うけど、みんなスティッチ好きやね。もうポケストッツみたいな感じでめっちゃスティッチが好きで、ちょっと気持ちスティッチ意識していこうかなみたいな感じで、ちょっと早速ねアイシャドウ塗っていきたいと思います。いつもなんか外側からグワーって塗っていくんやけど、今日ちょっとなんか目のこの真ん中にワンって一回置いて、青なんかさ目の真ん中にやったら立体感出るって言わへん、知らへんけど関西人あるある、すぐ知らんけどっていう。なんで関西の人ってさ、なんかなんとかなんとかなんじゃ知らんけどっていうやろな。わからへん、みもすぐ言っちゃう。とりあえずこんな感じで、おおすごいすごい、どんなメイクになっていくんやって楽しみですね。ほんじゃ、この真ん中に塗ったやつを手でね、周りにこんな感じでぼかしていきたいと思います。あ、すごい、なんかもうマジで青の妖怪みたいな感じのパッションなんやけど、ちょ、こんな感じでさ、めちゃくちゃ今汚い感じになってるんやけど、こっからちょっとまあ青だけやったらインパクト薄いかなって感じで、ちょっとね、こちらの黄色、これを目のこの外側の方にうまい感じにグラデーションな感じで入れていこうかなと思って。黄色と青混ぜたらこんな感じで、ちょっと黄緑っぽい感じのなんか夏っぽい涼しい感じが出るかなと思うから、目の上をここパレットやとミは思ってるから、こんな感じでちょっとパレットっぽくね、ここのまぶたの上で色を作っていきたいと思います。めっちゃおもろいな。ミヤのね、このまぶたの部分はね、パレットやと思っとうからね、ええ感じにパレットやと思って混ぜてやっていきたいと思います。これどうよ、ええ感じちゃう？黄色の、ちょっと待って、めっちゃ手めっちゃ汚い
こんな汚いことあるって感じ。ここまで来たらいつも通りのアイシャドウの形、全然綺麗じゃないからアイシャドウの形をね刈り取っていこうかなと思うんやけど。てかさ、ミュウさ、ほんまにさ、最近さ、座敷わらしカットしてさ、ちょっと前のさ、ハクサマカットやったらさ、こんな感じでいつも耳かけてたやんか。でもさ、この座敷わらしカットにしてさ、ずっとさ、もうここ耳かけてなかったから、なんかちょっとみんなに耳見せんの恥ずかしなってきたなみたいな感じのところあんねんけど。てか感じで、もうそんなミュウの耳の話は置いといて、早速いつも通りね、このね、綿棒とね、こちらのもうミュウの大好きなシュウエムラ様のね、ファンデーションで、ええ感じにね、アイシャドウの形刈り取っていこうかなと思ってるんですけど、今回のアイシャドウの形どんな感じで刈り取ろうかな。結構悩んでんねんけど、とりあえずまぶたの上から綺麗にしていくわ。よし、形が決まったぞ。やっぱ夏っぽくね、形をシュンっていう涼しげな雰囲気のあるアイシャドウの形にやっていけたらなと思ってやっていきますね。とりあえずこんな感じでめっちゃちょっと綺麗にやらさせていただいたんですけど、ちょっとさ、なんかさ、まがたまってさ、みんな全国共通なんかな。まがたまってあるやんか。なんか小学生とかさ、中学生の時とかになんか作らん、こんな形のさあるやん、なんか石のさ、お守りみたいな。あれ、まがたまって全国共通やんな。僕はあんま弁じゃないよな。絶対全国共通やと思うけど、ちょっと書いた感じは今、まがたまっぽい感じなんですけど、まあ、ミュウのイメージでは、まがたまじゃないです。川の波しぶきな感じのイメージでは、ちょっとアイシャドウの色とか、形とかやらさせていただいたんですけど、どうですか？波の形に見えます？まあ、こっちのね、右目もね、同じ形にやっていきたいと思います。うわ、これ絶対左右対称にできやんやつや。あ、絶対左右対称じゃない。あ、やらかした。ミュウ、刈り取るとこ間違えちゃった。まあ、ええわ。ちょっと頑張るわ。ちょっと待って、川端ミュウ、さすが天才やわ。ちょっとなんか、まがたまっぽい形をとりあえずやめて、このなんていうの、シュンってラインを作って、マジ夏ちゃう？マジ綺麗な川、川の波を演出させていただいたんですけど、みんな見てみて、やばくない？めっちゃ綺麗な青と黄緑のグラデーションちゃう？やばないこれ。どうするみんな？めっちゃ綺麗。さすが川端美優天才。どうしよう、もうこれさ、マジ練習なしで今ノリと直感でやってこれやで、やばいよな。みんな多分天才って言ってくれてると思うけど、ありがとうございます。とりあえずアイメイクこんな感じでいこうかな。でもなんか、まだインパクト足りやん。ちょっとインパクト足りやんよな。まだちょっと思んないよな。もうちょっとなんか、一味欲しいから、この中側に、このさっきのさ、黄色の単体をね、感じにね、中にね、線入れていこうかなと思います。一本線ね、ちょっと書いていきますね。ちょっと待ってよ、みんな頑張るで。イエス、ここまで来たらね、見てめっちゃ綺麗じゃん。どうするみんな。やっばない、この色合い。マジ夏感じてるみんな。みんな夏感じてくれてる。ここまで来たら、もうアイメイクこんな感じで終わっちゃうみたいな感じや。でも皆さん忘れてません？もうミュウですよ。ミュウといえばね、赤ですよ。赤忘れてるでしょ、皆さん。でももうこんだけさ、アイメイクしてんのにまだ使う赤まだどこに入れんのみたいな感じや。赤をね、ナチュラルにね、さらっとね、ちょっと、ね、入れていきたいと思うんで、ちょっと皆さん待ってくださいね。さっき使ってたこの筆でね、赤をね、ちょっと。ええ感じにね、一本線入れていきたいと思いやす。ミュウってさ、でもさ、赤をチラッとねとか言っても絶対ガッて入れちゃうやろって感じやけど、でも今回はちょっとほんまにガチでチラッとしか描かないように頑張ります。いきますよ。赤めっちゃ怖い。最終のアイシャドウのポイントやからさ、ちょっともうマジでわかる。ちょっとだけこんな感じチラッと入れてんだけどさ、こんな感じで下に入れてあげることによってポイントが出てね、引き締まり感がね、余計さらにアップ出てかっこいいかなみたいな感じで、ちょっとこっちもね、入れていきたいと思います。やっぱ赤って最高。ねえみんな、ちょっと待って。なんかさ、ミュウ今さ、この赤のライン入れたやんか。ほんでさ、こうやって鏡で見てたやん、こうやって今。ほんじゃなんか、この色合いどっかで見たことない。ちょっとみんな見て。ねえ、この色合いって、そうやんな。オリンピックカラーじゃない？ミュウさ、なんかさっき今こうやって鏡見てたんよ。ほんでなんかこれどっかでこの色合い見たことあると思って、オリンピックのカラーやと思ってさっき調べたよ。ほんじゃ、赤、緑、青、黄色、黒やん。じゃあほんまになんかオリンピック日本でやってるしとかじゃなくて、ほんまに今のシーズンオリンピックやから狙ってこの色にしたんじゃないよ。だって聞いて、みんないっちゃん始め見て。だってミュウ今日さ、夏メイクやっていきたいと思います。今の時期暑いやん。今夏やん。だから夏メイクやってみんなに涼しげな感じのメイクを紹介していこうと思いますって言ってたと思うんやけど、絶対初っ端からさ、みんなオリンピックのカラーでメイクしようと思ってたやんって思われてるかもしれんけど、ガチで違う。ほんまに気づいたらこのカラーになってたんよ。なんか分からへんけど、ミュウ天才みたいな感じのノリで大丈夫そう？もうとりあえずこのね、黒のね、ラインをね、上からなぞっていきたいと思います。イエス、こんな感じで、ちょっとほんまにミュウ、アイラインも今日めっちゃ上手に描けたんけど、どうしようかな。ここの切開ライン、いつもパールつけてんだけど、今日もつけようかな。ちっちゃく切開ライン描いて、パールつけてこうかな、いつも通り。ちょっとたますいません。ファンデーションさっき塗らなダメな。忘れてました。ちょっとね、ほんまに夏メイクやろうと思ってた。なんか無意識にやってたメイクが気づいたオリンピックメイクになっちゃってて、ほんまに動揺が隠せなくて、ファンデーション塗るの忘れてたんで、ちょっとしっかり振ってね、ファンデーション塗ってみたいと思います。ほんまにおもろいよな、すごいな。普通にさ、アイシャドウの配色さ、オリンピックなんよ。びっくりなんよ、自分も。川端美優がいっちゃんびっくりしてんねん、ほんま。オッケー、とりあえずこんな感じで顔のベースができたので、もう一度切開ラインをね、気を取り直して描いていきたいと思います。こんな感じでとりあえず切開ラインをちっちゃめ、これで切開ラインちっちゃいみたいな感じだけど、結構美優にとってはこの切開ラインちょっとちっちゃめな切開ラインになってて、ほんじゃね、早速いつも通りね、このパールをね、目頭につけていきたいと思います。オッケー、こんな感じでね、パールがつけれたの。めっちゃやばい。めっちゃ激アツなメイクになってきた。すげえ。でももうなんかオリンピックのさ、
みんなさ、もう一回言ってもてるから、なんかもう夏メイクでもないしさ、オリンピックメイクにしか見えやんと思うんやけど。ほんじゃね、ラストはね、大好き、塩谷村様のね、この赤のリップをね、塗っていきたいと思います。オッケー、こんな感じ。仕上がったぞ。ちょっともう前髪下ろしていくな。はい、って感じでね、こんな感じでメイクが仕上がったんですけど、一発目、はじめは夏メイク、ほんまに皆様に暑いしさ、ミュウのメイクを見てさ、ちょっとでもさ、涼しんでもらえたら嬉しいな、みたいな感じの感じで、青ベースにね、ちょっと夏メイクやっていこうかなと思ってたんですけど、見てもらっていいですか？アップで、あのね、青、緑、赤、黄色、黒、もうここ最近よく見るカラーや、みたいな、オリンピックカラーや、みたいな感じで、え、もう天才な、もうここまで来たらやっぱ川端美優さすがもう天才なんやな、みたいな感じでもう自分で思ってるんですけど、とりあえずさ、オリンピックのカラーの話は置いといて、めっちゃ綺麗ちゃいます。でもな、オリンピックカラーってさ、ほんまにマジオリンピックにしか見えないよな、やばいよな。ほんまにシンプルにこのグラデーション、青と黄緑、この黄緑はこのね、青と黄色を混ぜたらこんな感じの黄緑になってマジ天才って言ってますし、でもうね、やっぱミュウといえばね、この赤、絶対やっぱリップには赤使おうと思ってたんだけど、こんな感じでね、赤のラインをね、下に入れてあげることによって目のインパクトっていうか目の引き締まりようがもっとなんか出るかなみたいな感じ、めっちゃ気に入ってて、いやさ、ほんまに途中でさ、もうえ、オリンピックのカラーやん、川端美優と思って。ほんまにおもろいです。自分で言うのもないやんけど、ここまで来たら川端美優結構おもろいです。自分で言うてます。まあシンプルにこんなさ、ジンベさんも来てさ、青の背景でさ、涼しげなね、雰囲気で最近座敷わらしカットにしたし、夏感をね、この動画を見て楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってたんですけど、気づいたらオリンピックメイクになっちゃってました。はい、って感じで今日の動画が面白かったらよかったら参考になったらとかいろいろ思ったらぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもお待ちしてるのでぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。はい、皆さん今日も見てくださりどうもありがとうございました。次の動画もね、楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。それとね、チャンネル登録と SNS もフォローしてもらえるとミュウめちゃくちゃ喜ぶのでよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。